以前にシーズン前にですね、インタビューさせていただいたときに、ちょうどいろいろ候補出させていただいたんですけど、天ぷらの中村というお店がドームにありまして、その時に、はい、僕はここじゃないかというところでお話しいただきまして、その時ですね、お肉の天丼というところでお話をさせてもらって、で、今回使うのが豚ロースの薄切りを使った天丼になりまして、その中でですね、ポン酢って合うんですかっていうことをおっしゃっていただきまして、でその中でちょっとそういうのを試してみたいなってことだったので、今回味を3種類ご用意させていただきました。左から醤油とポン酢合わせのものと、中央が柚子胡椒とポン酢で、右側が味噌味とポン酢ですね。こちら合わせた3種類になりますので、この中からお召し上がりいただいて、中村選手の口に合った一番お好きな商品をですね、商品化させていただければと思っておりますので、はい、ご試食よろしくお願いいたします。シャキン、どれからいこうかな。これかな、醤油、はい、ポン酢。いただきます。メタロースはですね、薄切りにしたものをご用意してまして、うん、柔らかい。ありがとうございます。ポン酢と、あとですね、上からですね、ドライ醤油って言いまして、醤油をですね、ふりかけ状にしたものをご用意しています、うん、で、ご飯の上には紅生姜も合わせてまして、さっぱり感のやつもさせていただいてお味になっています。美味しい。ありがとうございます。じゃあ次は、じゃあ柚子胡椒ポン酢ね。はい、いただきます。じゃあポン酢に柚子胡椒を加えてまして、上からですね、さらに紅生姜も追加でかけていきましょう。うん、美味しい。店頭では揚げたてでご用意しますので、うん、サクッと感も美味しいかなと思ってます。食感出てる。最後3つ目が味噌ポン酢ですね。味噌ポン酢、はい、こちらもポン酢とちょっと特製の味噌を合わせたようなものになりまして、上からはゆかりを少し振りかけております。ゆかりね、はい、渋いですね。ちょっとそれぞれ3種全部うまい。あれなんです、味わいがあるので、この中でもちろん迷っていたらまだまだ試食していただいてもちろん結構ですし、その中でお好きなもの1つご用意いただくというところに全部いいな。ありがとうございます。俺どれ選ぶと思う？これね、これ美味しかったよ。でもね、これも美味しかった。これも美味しかった。一番おってなったのはこれかな。うん、でも これもうまかったの。うん、この ゆかりが良かった。うわあ、難しい。どっちでもいいっす。もう最後はもうバシッと決めていただけると。ちょっと待って、もうやば、腹いっぱいなんだけど。何種類食べていただきます。こんなに迷っていただけるとこちらとしても嬉しい感じですね。いや、マジで迷う、これ。
こっちの方がパンチが効いてるっすよね、うんうん、そうですね、柚子胡椒の風味とかも食べた後に抜けるかな。こっちの方が万人受けしそう、うんうん、これが一番万人受けしそう、うん、うわ決定また今度でいいですか。味噌ポン酢かな。決定のものがあればバシッと。いやー柚子胡椒ポン酢も惜しかったな。ちょっとパンチが効いてていいよね。味噌ポン酢で。ありがとうございます。では味噌ポン酢に決定でよろしいでしょうか。そうっすね。最後もうそうやって聞かんといてください。こっち迷ってんのに。そうです、味噌ポン酢でにしましょう。ありがとうございます。では豚天丼の味噌ポン酢を販売させていただきます。評判悪かったら買いましょう。評判絶対で大丈夫です。まあどれもすごく美味しかったんですけど、めちゃくちゃ迷いました。結果味噌ポン酢にしたので、皆さんぜひベルナドームへ来て、僕がプロデュースしたこれを食べてください。よろしくお願いします。食べてください。